こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は、目指せ170キロブレッドシュート行きましょう。ルシファー、カグラ、守る、ナルミ、西谷、で、福光くんと。で、球速骨を拾いながら170キロのブレッドシュートを投げたいという感じのサクセスになります。で、マネキとドリンクですね。行きましょう。なんかこういうサクセスも久しぶりにやるなぁと。いう感じもしますね。やっぱりなんか、こう、なんだろうな。なんか、まあ、この取得してない折り辺を持ちながらの最高のストレートを投げるような投手を作りたいですね。なんか作りたい選手を、この期間は作っててもいいのかななんて思ってます。おー、結構人いる。で、多分3人、しかも福水西谷に連れて、球速骨守るだったら、まあ、すぐ行くと思うんですよ、おそらく。まあ、おそらくですけど。むしろ、まあ、守る入れるんだったら、立川とかの方がいいかもしれません。まであるね。まであるね。15% アップするし、ね。まあ、これは失礼します。けい。おう、いいっすね。伸びは欲しいんだよね。おお、安全圏か。おう、いいっすね。重い球いらない。きれい。よし。おぉ、ちょっと早いかな。いいっすね、ここのベーカリー。思い切って入る。まあ、普通に守備で練習するって感じだね。いいっすね。神楽坂を走ると10ですからね。これ評価がかなりでかいっすよね。うわぁ、悲観な。精神か。仕方ないっすね、これは。もったね。ちょっと30アップがここで来るとはって感じだったので、正直1回目は何もできませんでした、ね。おお、虹たち。キレやめて、キレやめて、キレやめて。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あ、まあ、かまっていいな。お、いいですね。調子安定もらえるからね。かまっていいんだよね。おおほほほ。ものすごい強い、これ。この二人大事ですね。なるみ、ルシファーだから4人だけど相当だよね。戦意。笑顔。水はどうでもいいと。ほい。ふっ。おい。燃えた、はいや。セクイチで2ついきましたね。うわ、2ついったにもかかわらず、これか。ここは神楽坂行って守り上げときましょうか。
ジムリリースで、キレか。ついでに便所も稼いでおきます。うわー、もったな。うん、2000点相当出てますね。まあ急速踏んだしな。うん、いいっすね。強すぎる。そろそろやべえな。守るを入れてる意味も。強っ。ちょ、もうここまで来てるな。まずい、それはまずい。強っ。あ、ちょこれはこっちだ。変化いきますけど、ですね、アサシン取る。まあ、3択なんでこっち行くべきなんですよね。774でどうしたらいいの。アサシン取るか。400か。どうしたもんか。ちょっと低めとかはちょっと怖いしね。こんなもんでいいか。ポンコツ頼みます。あと今変化ゼロだから、ちょっと孤高のベイカに待って。よし、ナイス。ポンコツだった。マジベーカリー待って状態。そうですね、変化あげよう。スライダーカーブパーマで、球速上げる。まあ球速コツまだなんですよね、マジで。それだけが気になるか。ストレート、あ、一緒に食べなくてよかった。福水監督ですね。よし、無理が通ればありがたい。監督はいません。うん、神楽でいいでしょう。55。ああ、守りいけますね。リリース取ったな。ピンチは1回じゃ無理だ。うわあ。もう強い。強いけど簡単でいいかな。一流。なんかあげた？あげてないや。
すげえな、ダブルバンバン来るな。うん、まあいいでしょう。休息骨とか来て、おでは、まあ、あの、行きましょうか。ちょっともうこれ、さすがにピンチ取りますよ。福水来るやろ。ナイス。うわ、まあまあまあ、休息上げてないしね。ちょっと守りが来たらさすがに休息上げます。監督いませんと。うん、断ったら燃えるかも。よいしょ。武士行きてえな、伸びがあるからね。クロスファイア安全圏ポーカーフェイス切れを取ってやる。よし、オッケー、いいっすね。ジュイン、これは助かるわ。うん、精神も入りましたね、おかげさまで。やべ、へしおる。あげるしかない。5000点半端ない出てますね。うん、まあ仕方ない。これはいいよ。強っ。仕方ない。まあこれはいいよ。うん、もう3回燃えてんのか。早い。ちょっと、どうでもいいから、福水早く、福入り起きて。おお、30、30、まあ強いんだけど、監督がいれば関係ないですよね。これさすがにもう一回いけるやろ。30、40、80、まあいけるでしょ普通に、と思い込んでいる。来いよ、手伝いで鍛えたスナップで。あ、くそ、失敗した。うわー、ここで3タック。これは継続したい、継続したいけど、これうわー、全力練習できないのか。これ全力練習できないんですね。じゃあ微妙なのか、普通に踏もうか。いや、ブレッドシュートなかなか難しいのかもしれないです。よし、得点は凄まじい出てるからね。可能性しか感じないけど。お、いいね、お願いします。マモさん治療とかつかなくていいでしょ。よし、ナイス、継続骨終わり。ああ、強い。
今のとこ行きたいんだけど、強いね、さっきから。ちょっと監督にしましょうか。やっぱ守るじゃ物足りない感はあります。しゃ、どうした。おお、2タック足らねえ。妖怪1足らねえが、うん、1足らないだったらこのダブルはそんなに美味しさはないですね。いいか、これは噴火させない。さすがにね。おお、これ何回目？5回目とかじゃないかな。4回目。強い。ちょっとドチャクソ強いな。このことどうじゃない。これ B ぐらいまで上げれば今回は十分でしょう。500、600ウェイです。めちゃめちゃうまくいってますこいつ。あーあ、強っ。無理が通れば使ってもいいかな。監督でもいいですけどね。ちょっと休んだ方がいいか。使っちゃったけど勢いで、うん、ちょっとこれは休みましょう。使わない方が良かったですね、明らかに。うん、ここでもう拾っていくもんね、絶対。筋力置いときましょう。いや、これブレッドシュートマジ欲しかったな。爪が甘い。運がない。ないな。あった、あった、あった。無駄な体力消費はいりません。うお、うまっ。一体どうなっているんだ。おもろ。まあ監督でもいいよねこれ。普通にあれぐらいなら。よし、本当強化もだいたいいい感じですね。うん、これはまあ乗せられるでしょう、おそらく。ファルス、ナイス。結構出てるっしょ。うん、8400点ですね。ダブル、まあ強いんだけど、監督評価先終わらすって感じでもいいですけど、これルシファーがいないんでそんなに言うほどなんだよな。あ、グビた。うん、監督終わりですね。お、シンハラ来たじゃん。
パルスして60でしょ、背に腹で70でしょ、いけるでしょ。ラッキー。3人か、3人はあんま減りたくないけどね。ただまあ普通にもらえるもんはもらっていった方がいいと思うんで、こう踏んでいく。よっしゃ、それそれで、一流でポイント減りましょう。休んでもいいと、体力回復も打てないですし、これは思い切って休んでもいいです。伸びが入る可能性がありますけど、これは休む。出てるのちょっと大丈夫か、筋力いらんか、変化入れますわ、筋力大丈夫多分。うわー、それやられるとめっちゃしんどい。お、ちょうど休めろ。神楽坂でもいいですけど、これ結構強いんじゃない、精神一流して入れるか。うん、これ割と強いんじゃない、打力強さとかないし、ね、強いな割と。打たれ、うん、休んでいいっすね、これいいんだけど、何で休むかっていう。強いっすね、前売れ先取りてえな。威力が違いますからね、強っ。コントロール100いっちゃったらいけたな、もうすでに。よし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 、バンバン三振取っていきます。
うん、ここはまあなんとかって感じですね。あ、ルシファーいいじゃん。うん、普通に練習できるね。 12%。 休んでいいと思います。守るかな。まあルシでもいいけど。伸びのチャンスがありますからね。お、マジで。意外な形でいった。パルスないからちょっと怖いですけど。行くかなこれ。怪しい。170キロ怪しい。あの3人タックに行けなかったのがまあ大きいですよね。あとはなんか球速ん？スタミナあんま足りてないのかな。無失点の割にオーバーしますね。さっきも最後守るに投げてましたし。変化球にキレがあります。投球これから2球目。打った、亀谷掴んだ、亀谷一塁踏んでアウト。全力学園勝利目前。第1球投げました。カーブ決まってストライク。第2球投げた、外角低めいっぱい、ストライク。1球1球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上はインコース低めいっぱい、見逃し三振。そうか、筋力系の得の取りすぎかな。変化球、あ、球速対抗心とかも取りましたしね。男指定は筋力で。やめておこう。おおおおお、いいんじゃないの。男指定夢が叶った。この500点でなんとかなるでしょう。おお、いいですね。というふうにか、ここは思い切って休む必要ないんで、気が別にゼロですね。全部乗るわ。むしろもういらない可能性がある。まあ筋肉拾いにましょう。一応うん、ツーシームにしよっかな。伸びとか取れますね。ディレイド取るか。あ、ディレイドちょっと早いね。神楽坂にいるよ、一応。うん、筋力系あんだけバカバカ取ってもやっぱいきますね、3人もいたら。急速骨で。あと最終回もね、投げれない。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。第2球、投げた、ストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、153キロ直球、空振り三振。バッターは5番総司。これが4度目のバッターボックス。ストレートで打ってストライク。いきなり151キロ投げた、外角低め、見送ってストライク。しっかり行きたいぞ。これで追い込みました。5球は3球目、投げた、膝元へズバッと決まって見逃し三振。ギリギリのところに決まった。第1球ビシッ、流し打ち、どうだ、ファウルボール。第2球
投げました、打ちました、ライト方向、オッケー、掴みました、試合終了です。勝ったー。ちょっぴり球がやっぱ楽ですね。いい機能だ本当に。ちゃんと見ていこうか。なんか超微妙だな。とりあえずまあ使いましょうか。どうせ使うんで。ここ行く？ここ。ここでもいいよね。なんとか170キロ乗せられましたね。サムネは作れる。そしてまだ投げている。何なんでしょうね、投げてない時と投げてる時の差が。結構もしかしたら日の出も威圧感持ちが多かったのかもしれない。なんか最強のストレートもそろそろやれるかもな。第9投げました、アウトコース低めストライク、まずは入れてきました。第2球、もう第3球を投げました、低めボール球、ナイス。これはピッチャー真正面、アウト、スリーアウトチェンジ。全力学園、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャー神楽坂、やべえ、これはアウト取りました。これでワンアウト。やべ、絶好調。打順は1番に帰って、やべ、今日はここまで4打数2安打1三振。第2球、スライダー、フォーツーベースでチャンスを作れたりする。投げた、決めてもいいよ。打った、いい当たりだ、センターの後ろ、ワンバウンドヒットになった。やべ、いいバッティングを見せました。まあ、つなげば友沢なんで、亀谷友沢か友沢亀谷なんで、ね、勝ちました。変化がいいな、本当に心の底から変化がいいです。何なんだこの急速の集まり具合。結局筋力は余るっていうの。ジャイロボールとか取れるの。ティリール、あ、でも思ったよりか、思ったよりですね、バランスよく置かれるかもしれない。まあ、一言で言うのはなかなか強いですね、やっぱ。まあまあバランスよく取れてるな。もう悪くないっすね、普通に。いけましょう。これ強いんじゃないですか、普通に。ちょっと福水のマジでシュートだけがもったいない感じでしたけど。全力だけ、前触れも取れてますし。ツーアウトランナー二塁という場面で村上。第2球、スライダー見送ってストライク。言うほどなんか弱いっていうのはないと思います。得意のストレート、空振り三振。金平。全力学園、同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で戸田、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。インコース低めストライク、これで追い込みました。第3球をアウトコース低め、空振り三振。第9球、ビス、初球を打った、新屋敷、大丈夫しょ、センター前ヒット、横田ヒットを放ちました。全力学園、なおもピンチが続きます。投げた、変化球ストライク、インローへ。第2球種は取れてない。ストレート、空振り三振。変化量的には77。全力学園、同点のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で須田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、見送ってストライク。
ブレッドシュート以外はほぼほぼ完璧なサクセスだったと思います。盆栽でこれならマジ強いですね。おーい、お前よく見たな。第4球を内角低めいっぱい見逃し三振。金平、全力学園同点のピンチを迎えました。なかなか厳しい戦いだぞ。無敵、今日はここまで3打数ノーヒット2三振2球目空振り、投げました、流し打ちファール。次は4球目空振り三振。バッターは5番奥山。相手のピッチャー絶不調に追い込んだんで、まあ点は取ってくるでしょう。掴んでこれで3アウトになります。うん、ブレッドシュート以外は完璧でしたね、ほぼ。まあ、細かい点はあったと思いますけど、まあこれはかなりいいサクセスだったと思います。3位、中次、だってこれセクソン8000点でしょ、8500でしょ、結構いってるっしょ。うん、285だったら1個ぐらい上げれますね。うん、対強打者低め、うわちょうどいい、ちょうど良さ、いいんじゃないでしょうかこれ。相当うん、これ強いっすね。コンコツなし、コントロール S1 なしですもんね。 SH なしだもんな。いやー、いいサクセスでしたね本当に。170キロで中継ぎ SS1 ですね。いや、これは本当にいいサクセスだったかなって思います。福水も失敗してるんで、これはなんか新たな活路が、まあ、あり得るかな、今後の展開次第でって感じですね。その球速上限が来れば、まあ、来んのかな、来ない、今のところなんかスタミナ上限しか発表はされてないので何とも言えないですけど、まあ来れば普通にワンチャンスあるんじゃないかなと思いました。これは良かったな本当に。ぜひ皆さんにも見ていただきたいサクセスの一つになったかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。